おはようございます。最近ですね、マレーシアとシンガポールに行ってきたので、今回は便乗しちゃいます。早速今日のプレイリストを紹介したいと思います。今回は東南アジア特集です。東南アジアは最近経済発展が盛んなんですけど、昔から旅行先としても人気があります。なぜ東南アジアは魅力的なのか、5つの国を取り上げた5本の動画でその理由を探してみましょう。まず最初はベトナムの動画です。ベトナムの白昼夢と題されたこの動画は、ローマの写真家がかつてベトナムで見た風景を幻想的に綴っています。鮮やかな緑色の島々が浮かぶハロン湾、大理石の山の中に作られたダノンの寺院、風国島の真っ白なビーチなどなど、北から南におるベトナムの絶景が盛りだくさんです。ところどころでインサートされるいい顔をしたベトナムの人たちにも心を惹かれる一本です。2本目はベトナムのお隣カンボジアの動画です。はじめは夢見心地のシガールスの音楽に乗せて、カンボジア一番の観光名所であるアンコールワットの映像が静かに流れます。ところが音楽が盛り上がるのに合わせて、街で録音した生の騒音が洪水のように流れ込んできます。そこからは街の風景とアンコールワットの映像の猛スピードの切り返しです。24歳のイタリア人バックパッカーが作ったこのユニークな動画、ベトナムとタイのバージョンもあるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。3本目はマレーシアの首都クアラルンプールのタイムラプス動画です。歌舞伎町よりもカラフルなクアラルンプールの街を、俯瞰や望遠を自在に駆使しながら見事なタイムラプスで表現しています。世界最大のツインタワー、ペトロナスツインタワーのもと、さまざまな文化が混在して、昼でも夜でもあちこちにネオンや車の原色がギラつく、アジアの魔界都市の姿は圧巻です。そして4台のカメラで5ヶ月かけて2万枚の画像を撮影したという凝りに凝りまくったタイムラプスは必見です。4本目はタイの動画です。ミュンヘンを拠点とするスノーボード映画のプロダクション、アイセンセブンのメンバーがアジア旅行を記録したものです。キャンピング仕様に改造したランドローバー車のごっつい車に乗ってタイを縦断します。歌って踊る楽しいタイ人あり、静かに雨の降る森林あり、難民キャンプの子供ありなど、これまで盛りだくさんの一本です。なぜかナチスドイツのヘルメットをかぶった謎のタイ人が出てくるので、よかったら探してみてください。最後はインドシナ半島を離れてインドネシアに行きましょう。ベトナムのホーチミンを拠点に活動するカメラマンのニー・ダンさんが、インドネシアの思い出をインスタグラム風に仕上げた動画です。バリ島、バニュワンギ、ブロモ火山、レンボンガン島などなど、これぞ絶景って美しい映像をロマンチックにまとめ上げていて、旅に行きたくなります。僕の印象ではモンキーフォレストのニホンザルによく似たサルや田んぼが、なんとなく日本っぽくて同じアジアなんだなと感じる一本でした。以上5本が今日のラインナップなんですけど、プレイリストを始める方法はこの動画の説明欄にあるベストプレイリストのところにある URL を押してみてください。プレイリストを使っている状態になるので、何もしなくても動画は自動的に切り替わっていきます。それとこの画面の右上にはカードというボタンがあるので、そこからでもプレイリストを始めることができます。そして今日紹介したプレイリストを最後まで見てくれて、ベストメディア面白いなと思った人はチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。皆さん準備いいですか？それでは東南アジアの旅に行ってらっしゃいませ。